フェラーリは2008年10月2002年パリモーターショーでフェラーリ創業55周年を記念して作られた399台限定生産のスーパープレミアムスポーツカーである。 FR 車である。オープンツーシーターではあるが、それまでの記念碑的限定車であるリトラクタブル式ハードトップを採用しているため、クーペとして使うことも可能という名称で紹介されていたが、フロントデビューの前にフェラーリ創業者である新開発ラーリ職員仕様 4.3 リットル V 型8気筒、ますます期待と興奮の高まる中での発表となった。加速は F430 と同等である。デザインは当時チームファリーナに在籍していた日本人デザイナー、リアには奥山清一初の手によるマルチリンクサスペンションを、当時の F1 マシンを彷彿とさせる、ブレーキには空力を見つめたボディラインと標準パネルはもちろん、フレームの大半までがデザインしたカーボンコンポジット製のボディ形成されているのが、1950から60年代に作られたニューサイトに6リットルや V 型12気筒エンジンはエンツのための専用開発で、またインテリアは最高出力660馬力、最大トルク67キロとフェラーリ絶大なパワーを発揮する。日常使いにも対応する高品質のスポーツカーとして、前後フェラーリの新境地を開拓するブレンボ製カーボンセラミックブレーキと相まってサーキットでの全開走行にも耐える。強力なエンジンと軽量化されたボディにより最高時速は350キロを超えるという。大出力エンジンをウィンドシップにマウントする伝統は F40、F50 を引き継いでいるが、エンゾ・フェラーリはそれらよりもロードカー的な設計になっている。例えばガルウィングドア、エアコン、 F1 マチックと呼ばれるセミオートマチックを採用していたり、さらにサブフレームにブッシュを介してエンジンをマウントすることで騒音や振動対策も取られているのだ。創業者の名前を付けたのは自信の証。エンツォ・フェラーリは紛れもなく21世紀最初の究極のスーパースポーツなのだ。